日本テレビ系で生放送されている朝の情報ワイドショー番組スッキリで司会を務め、番組の顔であったテリー伊藤さんが27日の放送をもって番組から卒業。そして月曜コメンテーターとして出演していたジャーナリスト、コラムニストの勝谷政彦さんも改編に伴い番組から卒業しました。30日から新たなメンバーで番組が放送されましたが、これまで過激な発言をしていたお二人がいなくなったため、番組の印象が大きく変わり、視聴者からは不満の声が出ているようです。以下 J キャストのニュースからです。以下 J キャストニュースの記事からです。日本テレビ系情報番組スッキリが2015年3月30日に新体制でスタートし、スッキリしすぎなどといった声が上がった。9年間番組の MC を務めていたテリー伊藤さんと月曜コメンテーターだった勝谷政彦さんが卒業し、テリーさんの後釜には爽やかなイケメン上重聡アナウンサーが抜擢された。コメンテーターには高橋真麻さん、杉山愛さん、犬山神子さんといった女性陣がずらりと並んだが、以前と比べ軽すぎる、中身がないというのだ。まだ皆さん違和感あると思うんですけど、その違和感が早くなくなるように、やや神気味の挨拶をしたのは上重アナ。愛称エース上重で、高校時代はエース投手として甲子園に出場、大学でも投手として完全試合を達成するといったスポーツマンで爽やかなイケメンだ。前任のテリーさんとは明らかに違っている。引き続き司会を務める加藤浩二さんは上重さんを見て、フレッシュな感じになりましたよ、僕が急におっさんに見えるようになったなどと冗談を飛ばした。また勝谷さんの後釜は外交ジャーナリストの手嶋隆一さん、女子アナも2歳若返り、杉野真美アナから岩本ノアアナに交代した。番組が進行するに従って、ネット上の掲示板などにはこんな書き込みが増えていった。すっきりちゃうやんか、こんなん女くせえすっきりなんていらんねん、加藤、勝谷、テリーとかいうなんかやりそうなやつが並んでる緊張感が良かったのに、ただのバラエティーやん、わかる、すっきりしすぎ、テリーさん、勝谷さんを元に戻してほしいといった声もある。確かにこれまでの番組内容に比べ、当たり障りのないコメントと雑談のような話が主体になっている。それが軽すぎる、中身がないと感じられ、すっきりしすぎだになったようだ。テリーさん、勝谷さんのコメントには暴言とも思えるものがあり、時にはスタジオ内で喧嘩状態になることもあった。ネット上でも不注意を呼び降板しろなどと批判も出たが、いざ本当に降板してしまうと叩く相手がいなくなり、寂しいと感じる人もいるようだ。テリーさん、勝谷さんの降板の理由については諸説あり、問題発言が多すぎて日テレに苦情が来たためだとか、経費節減でギャラの高いテリーさんを切った、テリーさんが映画を作るため出演する暇がなくなったなどがあるが、今回の放送を見る限りでは、主婦など女性を意識した番組に路線を変更するため出演者を一新したということのようだ。これにネットでは、テリーさんはいらないけど勝谷さんは欲しいかな、確かに濃い人を入れた方が番組は面白いよね、すっきりしすぎ、いやいやどうして、新しいスタイルでフレッシュな感じでいいじゃない、同じ空気でいつまでも同じ流れでは新しい良さは生まれないよ、どんどん新しいことにチャレンジしなくちゃ、これまでテリーさんと勝谷さんには楽しませてくれてありがとうございました、今後に期待します。何でもイエスマンばかりの組織ってそのうちダメになるように、クソ面白くないメンバーで見る気がなくなった、どの曲も同じで当たり障りのない朝のバラエティ番組ばかり、せめてテリーさんを戻してくれ、上重では務まらん、上重は若いとか上手い下手の問題ではなくキャラの問題な、それとは反対に TBS は泉谷茂とヒロミをコメンテーターに入れてきた、こちらが面白そうだ、いたらいたで不満、いなかったら不満、
テリーも克也も大変だな。確かにな、叩かれるっていうのは人気の裏返しだからな、なんかつまんない、などのコメントがありました。月曜日といえばテリーさんと克也さんが言いたいことを言い合い、時には意見がぶつかってピリピリとした雰囲気となり、加藤さんが冷静なコメントをしてなだめるというのがお決まりのパターンでした。それが月曜日の面白さでもあったのですが、お二人が共にいなくなってしまったため全く刺激がなくなり、寂しさや物足りなさは正直感じました。また上重アナは初回だったため緊張した様子で硬くなっていましたが、これから上重アナらしさをどんどん出していき、新たなコメンテーターと共に番組を盛り上げていってほしいと思います。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。もし動画を気に入ってもらえたら、こちらからチャンネル登録もよろしくお願いしますね。それではまた次の動画でお会いしましょう。